フランク・ウィグルス・ワース・クラークは、アメリカ・ボストン出身の地球科学者。地球科学と呼ばれる分野の創立者の一人として、長く、また地球上の地表付近に存在する元素の割合を、ヒナ・リーワの科学分析結果に基づいて推定した、結果を質量パーセントで表した、クラーク数の由来でもある。なお、クラーク数と名付けた人物は、ロシアの鉱物学者。 地球科学者であるアレクサンドル・フェルスマンである。主な業績として、原子量の制定に貢献した。クラーク、その他は、同僚1847年3月19日、アメリカマサチューセッツ州のボストンに商人であった父、サミュエルと、母アビーのもとに生まれるが、母はクラークが幼い頃に他界してしまう。その後、ハーバード大学に進み、 もともとは分析学者であったが1869年にコーネル大学にて科学を教え、1874年には新シシティ大学で教授を務め、1883年にはワシントン大学で鉱物科学の教授を務める。その他、ハワード大学でも教弁を取った。バンク原子量協会の議長を務めたが1884年から1925年に、 かけて、アメリカ地質調査所科学部の部長となり、北アメリカの土壌について、研究、岩石などの莫大な科学分析を行った。1893年、アメリカ科学会の要求でアメリカ初となる、原子量表を作成する。1901年、アメリカ科学会会長となる。なおクラークは、科学分析の中より信頼のあるデータのみを収集し、 1908年から1924年にかけて第5版からなる地球科学資料を発表した。1931年5月23日、メリーランド州のチェビーチェイスで亡くなる。ABC 版 u 百科大辞典 1975P213 世界大百科辞典辞典 1972P430ABC グランド現代百科辞典辞典1983 P291 ありがとうございます。